H&KHK33 は H&K 社によって開発されたドイツの昇降系アサルトライフルである。H&KHK33 は H&KG3 をスケールダウンした上で 5.56X45mm NATO 弾を使用できるように再設計されたアサルトライフルである。使用する弾薬が昇降系ゆえに全体的なサイズや重量が G3 よりも小型軽量化され、反動も必然的に少なくなった。マガジンの相談数は25発、後に30.40連マガジンが追加された。この銃の作動方法は、G3 と同じ反動利用方式であり、半閉鎖ローラーロッキングを使用している、ディレードブローバック方式のボルトが組み込まれている。 はじめに開発された HK33 はアメリカ軍の M16 同様の 5.56X45mm 弾を使用できるように設計されている。この HK33 の発展型である HK33E は同じ 5.56mm 口径だが NATO が正式採用している SS-109 弾に対応している。固定ストックは G3 同様に金属製の基部、 ポリマー製の中間部、ゴム製のバットプレートからなるものと、MP5 同様に、ポリマーの一体成型のものの2種類が存在する。グループ2のトリガーグループとストックは、G3K サブマシンガンの MP5 シリーズと互換性を持っている。T223 を装備した、ネビーシールズの隊員、HK33 を装備する大陸軍の憲兵。 HK33 を装備するトルコ陸軍のパトロール。ありがとうございます。